はい、では始めていきたいと思います。今日は3月19日で、前回いつ撮ったっけな、1週間ぐらい前だっけかな。よいしょ。うんですね。まあまたこの場所で買っております。はぐれもいいんですけど、こっちの方がなんか効率はいいので、ちょっとこっちにはまってますね今ね。まあはぐればっかりは飽きるしな、飽きるからしょうがないでしょうね。大体1週間ぶりぐらいだと思うんですけど、ちょっと前回いつ撮ったのか覚えてないので、多分3、1、2とか1、3、3、1、3とかその辺だったと思うんだけど、いやーこれめんどくさいなこれ。勇者も殴ればよかったな。まあいいや。なんとなく雰囲気は感じるんですよね。まあ、結構枯れてるからなんでしょうけど。いや、だからそういう珍しいのいいんだよ。あ、そう、そうですよ。あのね、刃の鎧がね、調べたら、32分の1っていう確率らしいんですよ。これ言ったっけかな、前。ちょっと、記憶がもう曖昧なんで、もしかしたら言ったかもしれないし、言ってないかもしれないんですけど、前回だか、前々回だか、それも忘れたんだけど、刃の鎧が2連続で出たっていうことがあって、それね、だから32分の1のかける2、32分の1かける32分の1ね、いくらでしょうね。1024分の1を引いてしまったと。256分の1よりももっと低確率のやつを引いちゃったと。やらかしてしまっていると。そういうね。ことがね、ありましたね。刃の鎧を。出すぎなんだよね。2連続で引くっていうのがまたね。だいたいその4分の1でいいんだけどな。出ないかな。出ないよな。出てくれないとな。今日話すことなんかあるかな。話すことなんかあるかな。なんかあるかな。話す
ことじゃないよなっていうのはあるけど。まあ、でもちょいちょい話してる。ちょいちょい話してるっていうかね。まあ、いいことですよね。人とこう、やっぱりこう、なんていうのかな。誰でもいいわけじゃないんだけど。まあ、やりとりでもなんでもいいんだけど。こう、人とちゃんと、血が通った、やりとりができるっていう大事さをね、またそういうの引かなくていいね。っていうのがね、ちょっと待って、なんで？なんで今ばっかり聞くの？大事だなとね。それで心がね、ちょっと身が持たない それでね、心がやっぱり、何落としたっけな。刃ショックがでかいな。なんだっけな。そうね。まあ大事なんでしょうね。その、やっぱほんとね、で、その、そういう、ね、機会があると、その、やっぱり、精神的に健康でいられるし、で、今不健康だけどね、刃のせいで。なんだ？腹を割って、まあ、どんな形でもいいんですよ。腹を割って話す人がいる。これがどんだけ大事なのか。めんどくさい円監督でね。そうとしたっけな。自分はね、本当に浅く広くではないので、なんか重たいな、今日。ドラクエがなんか重たいな。まあね、浅く広くの人間ではないのでね、本当に、そういう人が、もう見つけるまでが大変だったりするし。まあ、ね、探そうと思ってるわけでもなかった、ないんだけど。まあね。なんていうのかな。まあ、男女問わず、そういう人がいるっていうのは本当に、めっちゃいいことですね。もや、基本的に先月か。先月とかちょっとなんかね、もやっとしてたところがあったから、精神的な部分で出さないけど、あんま出さないようにしてるけど、もやっとしてるところがあったからね。いやー、それが一気にパッと晴れている今の状況っていうのがすごく、いやー、ほんとありがたい。でね、あれですよ、その、何かをしてもらうっていうわけじゃなくてね、相乗効果っていうのがやっぱり、大丈夫か、これ。相乗効果っていうのはやっぱり、大事なんで。もちろんそれはね、何かをしてもらうことが、いう関係性ではなくてね、どういう関係、間柄でも。
互いがそう、相乗効果でこう、ね、上がる。関係であるのが本当に理想かな。なんだろう、なんか宗教みたいなこと言ってるけど、別にそんなんじゃないんだけどね。全く無宗教ですから、自分は。大事なんですよ。本当に大事なんですよ、そういうのがね。このね、乾いたインターネット社会。このね、乾いたね、揚げ足取りばかりがいる、このインターネット社会においてね、本当に大事なんですよ。うん。言葉をね、発すれば。まあ、よく芸能人とかがそうなんだろうけど。ね。言葉を駆られるこの社会、うん、うわこりゃめんどいな。浅く広くできないからね、下手くそだよね、こういう広げ方がね。ほんと AT フィールドをねビシッと張るから、ほんとにね、まあ身を守るためのものなんでね、なんていうのかな、あんまりそのまあ張ること自体が悪いとは思わないんだけどね、今偉いよなとか思う時もちょこちょこあるし、うん、まあでも貼っといてよかったよなっていうパターンもあるし、うん、ここは貼ってやっぱ正解だわっていうパターンも結構あるから、まあよしあし、よしあしですね。 AT フィールド全開、全開ビシッと貼る。大事ですよ、AT フィールド。シンクロ率上昇。何とシンクロする？映画か。エヴァの映画な。いつやるんだろうな。なんか話が分かんなくなっちゃって、もうよく分かんないんだよな。うん、ほんと今日話すことないな。ほんとにないな。もう枯るしかない、もう枯るしかないんですよ、ほんとに。あることは止めるわけにはいかない。止められない。でも起き上がらない。でも起き上がらないんだよな。1024分の1は引くくせに、256分の1は引けない。欲しいものは手に入らない。いらないものは来る。そして今回の動画も終わろうとしている。そうですね、人生のね、何かをねこう学んでいるような、うん、ねえ、次のキラーマシーンがラスト演歌にします。はい、これがラスト。
あ、違う。起き上がってくんないかな。起き上がってくんないよね。ダメか。はい、ではご視聴ありがとうございました。